皆さんこんにちは。ボートレース玉川公式チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。新型コロナウイルス感染拡大に伴いボートレース玉川ね無観客開催となってしまって、残念ながらね予定していましたえなこさんのトークショーも中止となってしまったんですけれども、はい、急遽 YouTube のねこちらの番組にも登場していただけるということで、はい、えなこさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっといつもと違う雰囲気で、そうです ね、ちょっとドキドキですけど、はい、はい、よろしくお願いします。さあまずはね、はい、今日もまつりちゃんの衣装でご登場いただいたんで、せっかくなので、はい、ちょっとね立っていただいてもよろしいですか。ここで大丈夫ですか。はい、お願いします。はい、今回は、はい、まつりちゃんの通常衣装を着てきました。はい、おなじみですね。そうですね、はい、後ろも向いてもいい。はい、ごめんなさい。です、こんな感じです。ヒューヒュー、ありがとうございます。ね、本来はねいつもトークショーの最後には撮影会もね、はい、あってね、ファンの皆さんもいつもね楽しみにしてくださってたんですけれどもね、うん、まあ、その分こちらの動画でも食い入るようにねご覧いただきたいと思いますけれどもね、はい、さあもうアンバサダーにねもう就任されて2年目になりますかね。そうですね、今年で2年目になるかと思いますね。もうだいぶこの制服もまつりちゃん衣装も気になりましたか。あ、そうですね、この制服も多分一番多く着ていて、はい、夏服、うん、そして冬服も、うん、着させていただいて、はい、いや今年は何が着れるんだろうってすごい楽しみです。ねえ、何がね、今年はどうなるかということですけれどもね、はい、はい、でもいろいろねパターンでこうプロマイドというのも作ったりもね、グッズもたくさん出させていただいて。そうですよね、はい、そうだ、グッズといえば、ね、冬込みですよね。そうなんですよ、はい、昨年の12月末に開催された冬込みでは、はい、ボートレース玉川とえなこさんのオリジナルのコラボのグッズもね、はい、はい、グッズもたくさん出て、はい、かつ当日は、うん、イベントにこう参加させていただいて、はい、玉川さんのブースで撮影会も行いまして、うん、はい、すごい人だったらしいですよね。めちゃめちゃ人来たんですよ、私もちょっとびっくりしちゃったんですけど、なんかかなり警備員さんもちょっと皆さん通路開けてくださいっていうぐらいだったという ね、はい、もう本当にブースから溢れ返るくらいの人がたくさん来てくださって、はい、ね、本当に、ね、ありがとうございましたね、ご来場いただき、あとグッズの方もかなり人気だったようで、うん、えなこさんの T シャツなども、ね、はい、かなり売り切れ続出と、うんうん、ありがたい、ね、いうことですよね、はい、もう足りないぐらいのいやということでしたけど、じゃあ今年はもっといろんなものを作っていただけるように頑張りますね。ね、だといいね、はい、どんなねあれが出てくるのか楽しみですけれどもね、はい、はい、昨年もえなこさんはねもう大活躍の日々で、いろんなところでお仕事されてましたでしょ。はい、結構いろんなことしました ね、 ね、ご自身の中でこう印象に残ってることっていかがですか、昨年振り返ってと。そうですね、トータルで、うん、コスプレイヤーがまだやったことのないお仕事をやるっていう目標を掲げていて、で昨年は、うん、もうとにかくそのやりたかったことが叶った1年でしたね。やりたかったこと、はい、特にこう強いて言うならどのあたりだったんですか。そうですね、うん、ずっと言い続けていた、うん、始球式だったりとか、はい、中日ドラゴンズですね、はい、はい、あとは念願のファーストメジャー写真集も春に出ましたし、はい、うん、あとは大好きなゲームのお仕事もできたりと、はい、とにかくもう幸せな1年でした、もうじゃあこうやりたいことがこう着実にこう、うんうん、実現しつつある。そうですね、なんか本当にもう頑張ってきてよかったって思える1年だったので、今年もたくさん頑張りたいと思います。まあ、そのやりたかった始球式、うん、名古屋ドームでの、あ、そうですね、私地元が名古屋なので、そうですよね、はい、はい、いや大歓声の中いかがでした。いや、あれほどの人数に囲まれるってことが今までなかったので、いやいやいや、えなこウォールっていう呼ばれる撮影があるじゃないですか。日じゃないくらい人が多かったんですよ、名古屋ドームって。なんでも緊張しちゃって、すごく泣きそうになっちゃったんですけど。そうですか、それ緊張と、緊張とプレッシャーともいろいろ重なって、で投げ終わった後も、ノーバンを目標にしていたんですけど、はいはい、ちょっとタイズワンバウンドで投げてしまって、でも裏に帰ってからもう悔し泣きしてしまったっていうエピソードなんかもあったり、はい、じゃあ結構じゃあもうワンバウンドでも結構18メートルありますよね。結構18くらいあるんですよ、ね、
結構あれですよね、ソフトボール投げとかスポーツでやりました？あ、私球技全くやったことなかったので。そうでしたか。じゃかなり練習積まれて、はい、そうです、1ヶ月2ヶ月前にあのお仕事もあったので、まあ、ちょいちょいですけど、練習したんですけど、やっぱ緊張に勝てなかったかな。力入っちゃいますよね。はい、でもその夢が実現したというのは、はい、ね、いいことね、素晴らしいことですよね。うん、でそしてファーストメジャー写真集ではちょっとかなり攻めた表紙でもありましたよ ね、 そうですね。なんかついに脱いだかって言われるくらいドキドキした、実はあの下にちゃんと水着両方着ていたので、はいはい、全くヌードとかではないんですけど、でもそれくらいの衝撃をこう与えるような一冊にしたいと思って、はいはい、ああいった表紙にしてもらって、いやかなり衝撃的で、なんかあの名前出しているか分かんないですけど、あの発売元によってちょっとパターンが違う、ね、うんうん、ポーズ表紙でしたよね。そうなんですよ、ね、2パターン表紙、はい、あの用意していただいて、まあ、2冊買っても楽しめるという、ね、はい、いやドキドキ、あの表紙だけでもドキドキ、あの私同じ女性ですけど、あれ、ラッコさんでも綺麗な体だなって、こんなこと言ってすいません、ただ、あの表紙をこうあの思い浮かべて、中を見ると全然違うんですよね、これまた、うんうん、そうですよね。そう、中身は全編コスプレの写真集になってるので、あの素の私の写真が一枚もないという、それをあえて表紙に出したということですよね。はい、そうなんですよ、うん、でもえなこさんがギュッと詰まった、はい、ね、感じで、はい、あといろんな作品のコスプレもさせていただいたので、うん、本当にもう夢が叶った一冊になってます。なんか結構あのバックショットも印象的だなって思うんですけど、うん、なんかさ、あのお尻とかね。あ、そうですね、はい、お尻も綺麗だな、なんかそういう言い方しててすみませんけどねえ、なんか自分の体なんでよくわかんないんですけど、いろんなとこ皆さんが褒めてくださるので、なんかどこから見ても綺麗なんですけど、はい、ありがとうございます。ご自身こう意識されてっていうのは、そうですね、ちょっと前はその筋トレだったりジム行ったりしてたんですけど、最近はもう何が正解なのかわかんなくなっちゃって、例えばあのダイエットとかすると痩せすぎとか、逆にまだ太ってるっていう人もいらっしゃるので、本当にどうしたらいいんだろうって今ちょっと悩んでる最中です。でもそれだけでもファンの方のコメントも結構ご覧になってるってことですね。そうですね、やっぱりあのベストな状態でいたいと思ってるので、はい、常にチェックしてます。いや、でもとんでもない量じゃないですか、コメントとしてはね。そうですね、やっぱ見てる人もたくさん増えれば、その人その人の価値観も違うので、いろんな意見があって、迷っちゃいますよね。ね、いや、じゃあ今年はじゃあご自身の中での目標というのはいかがなんですか？はい、そうですね、まあ、去年もあのたくさんこう夢が叶った1年だったんですけど、まあ、今年も、まあ、そういった感じでコスプレイヤーがまだやったことないお仕事っていうのをこうやりつつ、今応援してくださっているファンの方を大事にしつつ、いろんなことに新しく挑戦していきたいなと思います。ね、まだね、今年も始まったばっかりですけど、ますますね、楽しみな1年になりそうですよね。はい、でもえなこさんはあの冠番組もラジオだったり、ね、テレビもね、はい、たくさんやらせていただきまして、ね、ありますけれども、いかがですか、ラジオとこうテレビの違いっていうのは。全然違いますよね、両方ともその編集が入るので、まあ、あのいい感じに見せてくれるんですけど、はい、どうしてもこうラジオが結構あの収録回数が多いので、そのラジオに慣れてしまうと、そのラジオの喋りとかラジオの間でこうテレビ収録に挑んじゃう時があって、なんかラジオってなんか無言が怖い感じもしますよね。そうなんです、どうしてもこう間が空いちゃうとこうカットが入ってしまうので、まあそういった間を作らないように喋ってるので、逆にそれをテレビで持ってきてしまうと、こう編集を入れる間がなくなってしまって、逆にちょっと良くないって。はい、そうか、じゃあそこの切り替えも難しい、今勉強してる最中です。はい、でもあの最初にイベント玉川のイベントにお越しいただいた時よりもかなりあのお話もすごく話題も豊富になったなって感じが。本当ですか？なんか偉そうですみませんけど。いやいや、とんでもないです。すごく、嬉しい。じゃあちょっとあのこうなんか成長してるのかなって。なんかすごく楽しそうにお話をより、ね、より楽しくお話しされてるなって。あ、確かに印象があります。いろいろそのお話しするお仕事も増えて、こうなんか自分のボキャブラリーとか、その話すタイミングとか間っていうのがだんだんつかめてきたんじゃないかなと自分の中では思ってるので、はい、今お話しするのがすごい楽しいんですよ。なんかそれがすごく伝わってきます。あ、よかった。だって MC さんとしての立場もやりつつ、ゲストさんとして今日みたいな
のね、はい、お立場もそうなんです、ね、最近になってこう MC のお仕事っていうのはありがたいことにたくさん増えまして、まだ MC ってあまりやったことがないので、こうちょっと試行錯誤というか、まあ、あの不慣れではあるんですけど、本当勉強になりますね。なんかね本当に楽しみですけど、玉川としてはね、あのまあ、アンバサダーとしてもお越しいただいていますけど、はい、最近ではね、あのトークショーにお越しいただくときはちょっと船券の予想などもねしていただくように、ね、はい、なりましたけれども、はい、だいぶこのボートレースに関して玉川に関してはいかがですか。だいぶこう見慣れたというか、こうボートレースちょっといい感じになってきました。そうですね、前回予想したとき、確か当たってたと思うんですよね。当たってますよね。そう、いつもなんか予想していただいてのとき、はい、なんか当たってた記憶があります。当たるんですけど、はいはい、自分が買うときになると、うん、当たらないので、なんでだろう、なんでだろうって思いながら、ただね、その私の予想にこう乗っかって皆さんがこう買ってくださるっていう方もいらっしゃって、まあ、その方がこう喜んでるので、まあ、もうそれで十分かなと。そうですよね、はい、なかなかこのえなこさんのね予想を聞けるってのはね、もう本当になかなかない機会なので、今年はもっともっとこう精度を高くして、はい、当てに行きたいと思ってます、ね、今まで確か2連単で予想していただきましたよね、はい、今年もしお越しいただけるとしたらまた3連単とかもね、なんか予想していただけたら嬉しいなみたいな。そう、3が当てればかっこいいと思うんですけど、ね、なかなか当たんないですよね。こう難しいというか、ね、なかなかね難しいんですよね。6手だからすぐ当たるんじゃないかって思うんですけどね。まあ、そこもね、あの今年は挑戦してなんとか頑張りたいと思います。でも、あのえなこさんきっかけでこのボートレース玉川に、ね、お越しいただいた方もね、結構毎回たくさんいらっしゃるんでね、ぜひえなこさんパワーで、はい、なんかねまたこの YouTube チャンネルを通してボートレース玉川に、ね、来ていただけると嬉しいですよね。そうですね、あの予想だけでなく、そのトークショーとか撮影会もあるので、はいはいはい、よかったら来ていただけると嬉しいです。はい、ということでね、えなこさんと一緒に番組をお送りしてまいりましたけれども、ちょっと今回は1回だけじゃ物足りないということで、引き続きもう一本後編の方にもお付き合いいただけるということで、はい、はい、引き続きよろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。はい、ということで、えなこさんをお迎えして、お送りしました。この後もお楽しみに。